エビメダ日記チャンネルです、うちもね本格的にメダカを増やしていこうと思って大きな容器を探してたんですけども、大きな容器に、衣装ケースだったら安く揃えていくこと可能かななんて思いながら、リサイクルショップ行ってね100円で買ってきたものなんですけども、はい、大きな衣装ケースはダメでしたね。まあこれがダメだっただけかもしれませんけどもね、もっと厚いプラスチックのものもあると思うんですが、多分大きい衣装ケースってそんなに厚くないの多いと思うんですよね、はい、まあつまり薄いやつを買うとこんなかなり危険な状態になってしまうということで、はい、もしね衣装ケースでちょっと揃えてみようかななんて思ってる人がいたら、それは厚さとかをちゃんとしっかり見てから、揃えていただいた方がいいのかもしれません。はい、ちょっとこれからでもメダカ増やしたいと思います。